なんかほんとすいません幻ラジオの中でも何度も言っているように私本を出すことができました新潮社から発売しておりますこの素晴らしき世界でございます 週刊新潮に2年ほど前3年ほど前から週1で連載続けました30人か30人書きました吉本芸人のいろいろなエピソードを例えば西川きよしさん坂田俊夫さん品川博さん香港さんメッセンジャー黒田さん大の字大谷さん天心木村さん桂さんとさん藤井隆さんココリコ遠藤さん 次長課長井上さん陣内智則さんなどなどたくさんの吉本芸人さんのエピソードを書き殴りましたもうとにかく私の興味ある人から順番に書き殴りましただからあえてここで言いますけれども出版社の新重者新重者の人そして私の 担当の編集者の皆さん、本当に申し訳ございませんでした。というのも私、個人的には自分の書きたい芸人さんしかも書かなかったので、出版社、新調者の人が書いてほしい、おそらく引きのある吉本芸人さん、なかなか書かなかったと思います。毎週毎週、私が原稿を書きます。マネージャーに送ります。マネージャーが、 メールで身長の担当の方に送ります。担当の方からすると、アカシアさんまさんが欲しかったり、ダウンタウンさんが欲しかったり、今田孝二さんが欲しかったり、ナインティーナインが欲しかったりしてると思うんです。でも私が書くのは、さんまさんじゃなくて、大西ライオン。今田さんじゃなくて、三浦マイルド。ナインナインじゃなくて、 リットン調査団本当にムカつきまくってると思います担当の方担当の方いろいろクレーム入れたと思いますけどもうちのマネージャーは私に一切そのことも言わず私に好きなように書かせていただいて完成しましたこの素晴らしき世界でございますちょっと皆さんもしも聞いてる方よかったらアマゾンでポチッとネットでポチッと本屋さんに行って買っていただいたら ありがたいなとも思いますけれどもすいませんでした本当に担当の皆さんそしてもう一人謝らなければいけないのはトークショーに参加してくれたテレビ東京ゴッドタウンのプロデューサー佐久間さんでございます本当にすいませんでした忙しい佐久間さんでございます私が本当に名指しで指名してトークショー誰相手がしたいですかと言われました吉本芸人のことを書いているのでやっぱり吉本芸人以外の方がいいかなと思った 東京の芸人さんにお願いしようと思ったけれどもそんなに仲のいい芸人さんもいないじゃあもうどうしようスタッフにしようかなスタッフ誰がいいかなテレビ東京でありながら日本放送でラジオをしているちょっと痛めの佐久間さんやったら出てくれるかなと思って佐久間さんに <laughs> お願いしましたそしたらちょっと痛めの佐久間さんは 心よく引き受けてくれました。本当にありがとうございます。そしてなんと、そのトークショーでは事前に、この素晴らしい世界をちゃんと全部読んでいただいて、ちゃんと、この芸人さんの、このエピソード面白かったですねっていうのも、ちゃんとなんか赤ペンで、なんか丸つけたいとか、なんか付箋貼ったりとかして臨んで,臨んでくれました。しかし、実は私この、この素晴らしい世界なんですけれども、 二年ほど前から書いてるんですけれども、今回出版に当たりまして、一切実は読み返しておりません。うん、書き足さなかったんですね。これ、いろんな取材でも言ったんですけれども、まあ書き足すときりがないし、素人が書いてるんで、とにかく、その時なんか思ったことをひたすら、スマホで、親指で、クリッククリックしながら踊らせてたわけでございます。特に、 大,の字大谷さんのエピソードを書くときはとにかく親指が踊る踊る大谷さんもやっぱり DJ していたからか知りませんが踊らせてくれるんですそんなふうにして書いたので書き足すっていうのをするとまたも,もう一度最初から書くしん書き足すなんかどれぐらい書き足していいかもわからないんでもうあの時のあの当時の連載の時の書いたまんまをもう出そうと思ってもう読まなかったんです。でその代わり 勝手な話、連載で書かれた芸人さんにお願いして、最近どんな感じですか近況教えてください。みたいなオファーをして、それを書き足して本にしてるんです。もちろん、今回のこの書籍にあたって、僕も特別に極楽とんぼの加藤さんのことも改めて書いたし、キンゴング西野くんは僕のことを書いてくれたりして、一冊が出来上がってるんですよ。だから僕からすると、2年前、1年前、調べ上げた、僕の知ってるエピソードの芸人さんの 本をまだ自分で書いてたんですけど読んでいないんですけど佐久間さんは事前にちゃんと読んでいただいてでトークショーが始まってなんとか僕においしいパスを何度も何度もあげてくれるんです「富泉さん面白かったです」ってあ,ありがとうございます」あの「ハワイの話面白かったです」って急に言うんです。で僕が「んそんなんありましたっけ?」みたいなこと言って。 佐久間さんがえってちょっとびっくりした。顔していや。あの。ハワイでのマラソン大会でスタートした時になんか靴の紐がどうたらこうたらっつって。ああ、それそれ面白いですね。ありました。ありましたって僕が笑う。で、佐久間さん困るね。佐久間さんがかぶせるように、中山孝太君の話面白かったです。なんて書いてました。びっくりする。いや、あの r-1。優勝した後。 仕事がなかったったてああそう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 ,そうあれ面白いですねってどっちが書いたかわからないような状態になりまして多分佐久間さんはこの素晴らしき世界って俺が書いたんじゃなくてゴーストライターが書いたと思ってるに違いないんですけれども改めて言い訳させてください本当にこれ僕全部書いてるのでその辺のところは心配なく皆さんそして佐久間さん、えー、読んでいただければ幸いだと思います。さあそして今回 何の話をするかと言いますと流行り言葉の話をしたいなと思っておりまして芸人とかタレントってなんかテレビで活躍してたりとか、まあ、舞台で活躍してもそうなんですけれどもなんかこう自分の言葉自分が作り出した言葉が世の中にはやったりするのやっぱ嬉しいしなんか流行らしたいって気持ちがあるんです例えば昔でしたら大橋巨泉さんが浅岡裕二さんの大きな胸を見てこれ「おっぱい」。 っていうふうにネーミングしたらそれが世間で胸の大きい人胸のことをおっぱいっていうふうになんか認知されたりとかさんまさんがなんかエッチっていう言葉を作ったりとか萩本健二さんが「天然」っていう言葉を作ったり天然というのはジミー大西さんボケのジミー大西さんをいたく気に入った金ちゃんが一緒に仕事をして面白いボケをする子だなすごいな。 面白い芸人さんだなと思って共演したらてっけいいろいろ考えてボケてると思ったらむき出しに来てるジミーさんが面白いってことに気づいてさんまさんに「さんまちゃんあのジミーちゃん面白いんだけど洋食だと思ってたんだけど天然なんだね」っていうふうに言われたそっからなんか「天然」っていう言葉が認知されてで世間一般の人も「天然」っていう言葉を使うようになったりとか。 ダウンタウンさんがさまざまな言葉を作り出してブルーになるとかなんかこう S か M かで誘導とかあと髪型芸人の楽屋の言葉楽屋用語をなんかテレビで多用するだか噛んだとか言い間違いかんだとか女性のこと「タレとかエッチのこと「書く」とかまた新たな言葉を作ったりとか本当最近だったら千鳥が「 癖がすごいっていうふうな流行り言葉を作るっていう。やっぱみんな憧れるし。で、それのなんか特化したのがなんか一発屋芸人って言われる人らで。ダンディ坂野さんがゲッツっていう言葉作って一発屋芸人になったりとか。HG がフォーや。江戸さんがグーや。世界の鍋奴が3とか。いろいろ短いワードですけどなんか世間が。 使うようよなでも僕の中で一番最初に共演して「ああびっくりした」と思った一発屋芸人、まあ、一発屋芸人じゃないんですけれどもそれは「篠原智恵さんですあのラブラブ愛してる」っていう番組でアーティストが歌を歌う近畿 n k i で今夜のゲストはこの方です」みたいな時に。 スタジオの楽屋のアーティストの楽屋の前で篠原智恵さんがノックしてそのアーティストの楽屋に入っていって絡んで笑い取ってでステージでトークして歌うっていうなんか初期はそういうフォーマットでしたでそこで当時高校生だった篠原智恵さんが「うふふふやめてくださいよ」っていうのが世の中です,すごく流行って。 とにかくフフフといえばすごい大爆笑なんです。でそれをテレビで見てて共演する機会が後にあってそれが NG 大賞というフジテレビであった特番で今さんと僕で司会してていろんなドラマの NG とかバラエティーの NG を紹介してでその当事者がスタジオに来てしゃべるっていう番組なんですけどそもそもこの NG 大賞っていうのはフジテレビの今から何年前あれ。 30年ぐらい前、三十年ぐらい前に、飛んだカップルっていう30分ドラマがあったんです。夕方、夕方夜7時半から8時まで。学園コメディで。主役じゃないですけれども、その生徒役で、柳沢慎吾さんも確か出てました。それ大人気で、面白くて。でその中で、ある時に、30分のドラマですから、大体 CM 抜くと大体22分とかさ、 でその回の分撮ったんですけどなんかショートしてしまってこれ放送に穴開けてしまうってことになってどうしようどうしようってみんな悩んでる時にもうしょうがなしに NG シーンそれまでは NG シーンってドラマでたくさんありますノーグッドですからグッドのやつだけ放送してましたからノーグッドたくさんあるノーグッドでそれをどんなカップルはショートしてるから何か流さないといけないから。 ーーグッドシーン、NG、シンンを流したんですそしたらその本編よりもそのノーグッドのシーン NG シーンが見てる方には新鮮であこんな失敗してるんだということでそれが面白いってなってその NG シーンになったら数字がすごく上がってでなおかつ「そのとんだカップル」っていうのは人気ドラマになるんですけどでフジテレビが考えてじゃあその NG シーンばっかり集めた特番やろうっていうのが。 NG 大賞。で、何年か続いてて、途中で僕と今田さんが司会に入って、でセンターには相川金谷さんがずっといて、NG は面白いよっていう風に言ってで、その時に、篠原智恵さんが初めてやってきて、あ、ラブラバブイシてルの人や、この子や、どうなんなんやろ、ほんまにフーフーフーって普段から言うんかな、とか、やめてくださいとか言うんかなと思って、本番で絡んで、で、インタビューして、でちょっとこう、 答えづらい質問とかちょっと答えにくい質問とかちょっと無茶ぶりとかしていくと「フフフやめてください」って言ったんですよ。そしたらもうそれまで我々が一生懸命ちっちゃなボケちっちゃなツッコミしてなんとか笑い取ってたんですけどもうそれがアホらしくなるぐらいその「やめてくださいよフフフ,フ」って言った瞬間にドカーンって大爆笑になってあこん。 時の人ってこんなウケるんやって、その時初めて感じましたで。その後、いろんな一発芸芸人さんが出てきてブームになって、おっぱっぴーとか、ね、そういうその人と絡むと、そのフレーズを言うと、ドカーンっていうのを何度も何度も経験するんですけども、僕が一番経験最初にしたのは篠原智恵さん。まあ別に一発芸人じゃないですけれども、それが一番の。 初めて出会った一発屋芸人さんなのかな。だからやっぱり僕も正直その流行り言葉を作りたいなって思っていまして。で、実は僕こっそりこの幻ラジオだから言いますけど流行り言葉作ったんですよ。ちょっと流行り言葉厳密にはちょっと流行り言葉をこっそり作ったんですで。それ何かと言いますとたまになんかテレビでタレントさんが言ってると思うんですけれども 圧がすごいっていう言葉あるじゃないですか。あれねあれ僕が作ったんですよ何人かのね芸人さんは知ってると思うんですけどねその芸人さんなんか口が重いのかおしゃべりが下手なんか知りはないんですけど言わないんですよねテレビとかラジオとかなんか雑誌とかで言ってくれたらねなんか「あの言葉東野さんが作ったんや」って言われるんですけどずっと我慢してたんですけど。 何にも言わないですよねだからもうちょっと言わせていただきますと「圧がすごい」っていう言葉俺僕が作ったんです。でどう作ったかと言いますとまあもちろん流行り言葉を作りたいなと思ってて思っててでもまあそういう機会もなかなかないから一時なんかその「圧がすごい」の前になんかバラエティで使いやすい新しい言葉ないかなと思ってそれ別に流行り言葉の感じじゃないけどよく使ってたんが「 ギリギリセーフっていう言葉あるじゃないいですかギギリギリセーフっていうのをちょっとだけ書いてギリギリアウトアウトやったらあかんかなっていうまあまあちょっとしたボケも入ってる言葉をたまに使ったりとかしててギリギリアウトそれ,それもなんか別に話す気ないんですけどそれはなんか気に入って使っててでだんだん飽きてきて使うようになってでたまに誰か使ったりしてるんですよでまあそれはそれであって圧がすごいんですけどそれはもうあ明らかに もう明確にちょっと流行ったらいいなと思って使い出しててでそれはどういう時かと言いますとやりすぎ工事の前身の番組で「やり逃げ工事」っていうのがあってでその「やり逃げ工事」っていうのはテレビ東京の深夜でやってて今田耕司さんと主にスタジオでトークするで千原兄弟もいたりとか吉本の芸人さんも来たりとかする番組の中でなんかこう今田さんとこうああだこうだ喋ったりとか。 なんかいろんなことに対して俺が突っ込んだ今田さんが突っ込んだりとかする中やっぱ今田さんもおしゃべり達者やし俺もだから後輩やけど負けたくないと思ってこう喋ってる中でなんかこう僕の喋ってる間をちょっと今田さんがかぶせてきたりとか俺が喋ろうとしての今田さんが先喋ったりとかするのが何回かあってなんかそれに対してなんかいいツッコミのなんか決まり言葉とかできへんかなってちょっと考えていてでどうしようどうしようなんかいい言葉ないかななんか。 今田さんが急に喋ってきて俺のしゃべりを遮って喋ってきた時に何か言う言葉ないかなって考えて考えたのがプレスがすごいっていう言葉を考えたんですよ。それ何かっていうと僕中学の時バスケットやっててディフェンスの時にこうオフェンスのボール持ってドリブルする人に、まあ、圧力をかける意味でこうプ,レプレスプレスっていうふうによく言われてたんで、まあ、圧力っていう意味やしプレスがすごい。あこれなかなか縁違うかなと思って。 スタジオ、やり逃げ工事のスタジオで、その、今田さんと喋るような展開になって、で、ちょっと今田さんがゴバーって喋ってきたから、果敢に喋ってきたから、あ、ここやと思って、ちょっと今田さんもうプレスがすごいわ、ってこう言ったんですよ。ツッコミとして。ほんならなんかスタジオがね、もわーんとしたんですよ。あれなんか、なんかちゃうなーって。なんか失敗したなーって。 多分今田さん覚えてないと思いますけど今田さんもこいつ何言ってんだよろみたいな感じの <laughs> ま,あまあ失敗したんですよ。で、あかんかったなと思ってで次の収録に向けていやプレスがすごいちなんかちゃうななんかないかなと思っていろいろ考えてプレスは日本語で圧力やし圧力がすごいっていうのも違うしと思ってあそうやとちょっと縮めようと思って圧力の力これ省いて圧がすごい。 言葉を短くして、圧がすごいって言えんちゃうかなと思って、あ、これしようと思って、次回のやり逃げの収録でまた同じような展開になって、ほんで、今田さんが喋ってきだして、あ、ここやと思って、いや、今田さんも圧がすごいわって言ったんですよ。な、なかスタジオが、な、笑いに包まれて、で、圧がすごいの、圧も圧力っていう意味ってもすぐわかるし、 なんかドーンとはまってあこれ使えるなと思ってそれからその番組とか違う番組とかそういう状況とかわーってり一方的に喋られた時になんか圧がすごいなとか言って笑い取ったりしててあええー、感じやんこの言葉と思ってわーって3か月かなーぐらいちょっと頻繁に使っててでピタッてやめたんですよ。 それピタッて何でやめたかというとそういう「圧がすごい」っていう僕のワードをテレビ見てる人がちょっと耳にしたり頭に残ってたり一緒に共演してる人が耳に残ってたり頭に残ってたりして知らず知らずのうちに俺の知らない間に使ってくれへんかなってちょっと思って実験的にそう思ったんですよ。でピタッとやめてでしばらくして。 テレビ見たいとかしてても誰も圧がすごいってそういうワード使わずにあやっぱりなかなかこういう張り言葉ってみんな言えへんねんなと思ってたぐらい半年から1年ぐらい経ってたらテレビ見たらポツポツと女性タレントが「圧がすごい」とかなんか言い出してるんですよ。あ使ってるやんってなって。 ちちょい,ちょいなんか「圧がすごい」っていう言葉だけがなんかちょっと一人歩きしてで最終的には僕バラエティの仕事してる時に僕の番組に来るゲストの人が「圧がすごい」ってワードを使ってるんですよ。その時はやっぱ気持ちいいですよね。俺が考えた圧がすごいをその女性タレントとかそのゲストのタレントが俺が考えたと知らずにさもなんか自分が。 ピンときたみたいな感じで言ってるのがなんかこうあ、実験成功したってなんか思う瞬間ですよねでも思う瞬間の反面なぜ千鳥みたいに「癖がすごい」を前面に押し出してやらなかったんだろうなという後悔ですよ。なんで3ヶ月でピタッとやめるこういうところが俺東野浩治がねタレントとして一流になれない原因だと思うんですよ。はい だから皆さんこれからもどこかテレビとか街で「圧がすごい」っていう言葉を聞いたらあ東野浩次が考えた言葉がこんなふうにして世の中でどん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 こうみんなが覚えていって日常会話になってるんだなと思っていただいたら嬉しいと思います。でそういう話をしててやっぱりお笑いタレントっていうのは言葉を作った方がいいよっていう話を一緒に登山に行く天心木村君に言ってたんです。 っという言葉をね一発や芸人に当てましたし「あると思います」っていう、えー、流行ったか流行ってないかご本人は流行ったって言ってるんですけどもそういうワードも作ったでも「あると思います」っても我々も使う言葉ですから何とも言えないんでで僕と友達の椎葉君がその天心木村君が登山が好きだから一緒に連れて行ってもらって4年か3年ぐらい前から登山するようになるでその天心木村君は最近登山で YouTube をアップしてる。 自,自身の登山を。三人で登山行く時とかはもう、行きの車でも勝手にカメラ回してるし、登山の最中もずっとカメラ回してるし、頂上着いてもカメラ回して、ご飯食べてもカメラ回してて、で、YouTube に上げてるんですよ。それもちろん僕も入ってて。で僕の中ではもう、盗撮って呼んでるんですけど、で、その YouTube の再生回数をもっと増やしたいとか、いう悩みの時に、やっぱだから流行り言葉みたいなのを登山で作ったら、 なんかこう認知されるのが早いに違うって話になってで「どんなんいいんですかね?」って言うから「俺たまにインスタとかブログとか登山の見るけどよく女の子の登山の人が登山行ってきましたまるや行ってきました頂上綺麗だったです」で頂上はちょ頂上着いた時ちょうどお昼ご飯で、でご飯作りましたバーナー持って行ってご飯作りました」って言ってその作ったご飯の写真で。 文章では何か「いただきマウンテン」って書いてるんですよ「いただきます」と山の英語の「マウンテン」を足した造語ですね「いただきマウンテン」って言ってるとそういうふうな言葉って「いいん違うの木村君考えたら」っつって,言ってだって「きマウンテン」って言ったらご飯山でご飯食べる時にも使えるし例えばその険しい山登って頂上行ったら頂上を征服した。 っていいう意味でももただきマウンテンテ使えるしでなんとなくポーズも手と手を合わして「なんかいただきます」をちょっと広げて何でしょうか、えー、右手と、えー、左手なんか60度の角度をつけて山の形にして「いただきマウンテン」っていうポーズも考えんこともないしそういう風にして「いただきマウンテン」に対抗する言葉を作ったらなんかそれが認知されたら天心木村君の YouTube も再生回数増えんちゃうって話して。 じゃあみんなで考えようってなって一生懸命一生懸命我々考えて10分20分考えてできた言葉がその山に行って山でご飯作ってあの食べてで最後に言う言葉がごちそうざんごちそうさまと山音読みでごちそうざんはやりませんね うん、これは流行らないらごちそうさんとかどうでも男性ぐらいしか言えへん、ね、やっぱ女の子が言う方が縁違うみたいな話になってでいろいろ考えた結果そのお笑い芸人タレントが流行り言葉を作っていこうという話をさんざんしたんですけども天心木村さんがうん出した結論が頂きマウンテンを使うという結論に もしも天心木村さんの YouTube 見て登山してて「山飯食べていただきマウンテン」っていうふうに言葉を使ってたりとかそういう言葉を書き込んでたら「パクるのはやめてください」「それだったら「ごちそうざん」の方がいいと思いますっていう書き込みどうかよろしくお願いしますって言ってる間にお時間きましたそれではバイバイ